はいどうも、アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回やっていくのは、ヒプノシスマイクのリアクションですね。今回は、ドットフリングポッセより、アメムララムダでワンアンドオンリー聞いていこうと思います。はい、というわけで始まりました、ヒプマイのリアクションですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回新しく新譜が出ました。毎月毎月新譜が出てくるよっていうことで、さあ、僕の推しであるフリングポッセのリアクションです。新譜です。超楽しみっていうところで、このビジュ超良くない？このさ、ジャケットかっこよすぎ？ちょっと今までもかっこよかったけど、群抜いてかっこよくない？今までちょっと可愛いけど若干シリアスみたいな、ここまで振り切ることってあんまりなかったけど、こんなかっこいい3人見せてもらっちゃって、私はもうどうなってしまうのっていうところで、まあ優勝後初の新譜なので、どんな曲になっていくのかっていうところが楽しみですね。それぞれに向き合いながら、これからのことを歌うと思うので、今回はラムダ、ワンドオンリーということで、僕はたった一人の存在なんだよ、的な話なのかな。はい、というわけで、聞いていきましょう。それでは聞いていきましょう。よーい。スタート。わお、かわいいね。このジャケットからこのポップな感じ？わお。なるほど。こういう系で来るのね。わお。わお。わお。わあ。ゲッファンキー、ヤウ！ウォーウォートゥ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 ーおぉわおブルーおぉゲットダウンわあ。ボウ。ボウ。ボウ。オッケー。いいね。楽しいね。めちゃめちゃ高いね。おー、ラーレザーラララー。いいね。改めて確立したね、自分を。一人の人間になった感じがあるな。いいね。いい曲、いい曲。めちゃめちゃいいね。踊れる。それでは今度はリリックを見ながらやっていきましょう。よーい。スタート。さあ、ワンドオンリー。これ誰が書いてる？ペス。ペスさんか。リップスライムか。VK ブランカ。ビッケブランカ。オッケーオッケーオッケー。アイスアイスアイス。あの人たちね。あの人たち。だい。せい、二度とないくらい。このビートがいいよね。この。ない。ワン、ミキ。ラン。あよー。
ファンキー、ゲッファンキー、ゲッファンキー。ミスターノノ。むずそうでもこの曲。イジナーノノ。So you didn't need a mirror myself. Give it up, give it up, give it up.トゥ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 。オーケー。このキラリンって音がいいね。アリー。なんかマーニー。わーお。ユリ。ユリ、目的と理由。Get down, get down. チナラララ。答えは you yourself. おお。おお。Little trouble. Whoa. Ah.Go. Hello. なんだよこの愛に満ちたのね。世界を愛せるようになった感じがあるな。ランベソーリシナーラララーラーラー答えは You love yourself 探そうオリジナルなラブソーそう無人のミラーマーいいね、愛に溢れてる。Yourself, a song, original, a love song. So you, it's me, need a mirror. いいね。We love oneself. Woo, ba, 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 ba.はい、オッケー。めっちゃいい、めっちゃいい。いいな、ラムダらしくていいわ。はい、というわけで聞き終わったわけなんですけど、いいですね。いいな、ラムダらしいっていう感じがあるわ。らしさが出てるというか、今まで演じてたラムダらしさみたいな。昔演じてたラムダは、自分の役割を全うしながらもう表面上ね、こういうキャラクターを演じていたわけじゃん。みんな大好きだよ、お姉さんみたいな。そういう感じのキャラクターだったけど、これはなんか中身がついて、そう思えるようになったんだと。自分というものを確立した上でみんなが好きなんだよ、みたいな。もう街も好きだし、それに気づかせてくれた仲間も大好きだよっていうこと、この後からついてくるこの肉付けがやばいね。だからめちゃめちゃラムダらしいし、この常にハッピーなバイブスっていうのは、うわ、いつもラムダが持っていたバイブスだみたいな、どこか暗くて、なんかちょっとエレクトリックじゃないけど、サイケデリックというかケミカルじゃないけど、なんかやっぱりクローンだからちょっと何か感じさせるなっていうんじゃなくて、どん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 剥き出しになっている。ラムダ、もう本当にアメムララムダ、このオリジナルのラムダが持っている、この自己っていうものが確立したからこそ、今までなんかこう匂わされていた。なんかどっか引っかかるところがあるんじゃない?ピンク色の愛とかはそうだったけど。ねえ、なんか思うところがありそうだな。ラムダ裏に何隠してるんだろうって言うんじゃなくて、もうそういうのかけれなしで、いろいろと世界が明るく見えてるんだなっていうのが、この曲からはすごい伝わるよね。うん。やっぱりビートもめちゃめちゃいいし、みんなで踊ろうよみたいな感じで、clap your hands, clap your hands みたいな、ところどころ手拍子が入ったりだとか、そこら辺も含めてね、見ててすごい楽しいし、いろんな声色が聞こえるけれども、言ってることは全部一緒っていうところとかも含めて、ラムダらしさがすごいあるね。うん。いろんなやっぱり自分じゃない自分っていうものがいっぱいいる中でも、やっぱり自分を愛せるのは自分だけだし、みたいな、そういう感じ。自分を愛せるようになってとても良かったなっていうところでもあるし、それを周りにも伝播させてる感じがいいよね。うん、メッセンジャーになってる気はするよ、これは。いいな、いいな。この街が好き、この思いが武器とかさ、自分だけの愛っていうものを見つけられるようになったのが、もうラムダの成長ではないけど、この仲間と育んだラムダの、この自我なんだなっていう風には思うかな。このダイスとゲンタロウがいたことによって、これができるようになったというか、この歌を、多分、今までこう、バイブス、今までのバイブスでこれを歌うんだったら、どこか引っかかる部分はあったと思うんだよ。
こんな歌を歌わなきゃいけねえのかみたいなことを思いながら歌ってたとは思うんだよね。でもこれを歌いたいと思って何の呵責もなく歌えるくらいには多分ラムだってだいぶ心はまとまったのかなっていう風に僕は思う。ドラマトラックでね、全然違ったら怖いんだけど。ドラパでこんな歌を歌わなきゃいけねえなんてみたいなことを裏で思ってたらちょっとさすがに恥ずかしいんだけど。でも、やっぱり中身がついてきたよねって思うね。うん。今まで表面上で言いたいことの裏に本当に言いたいことあるんでしょみたいなことを隠していたけど、これを聞く限りだとね、確実にやっぱり今言いたいことだったり、今思っていることっていうのは、この歌詞の中に詰まってるし、愛が溢れて仕方がないっていうような感じがすごい感じるよね。うん。今も多分、ラムダらしさを振りまいてると思うんですよ。お兄さん、みたいな。そんな感じで振りまいてると思うけど、でもそれって演じているわけじゃなくて、本当に自分のラムダとして、アメムララムダとしてそういう振る舞いをしているって感じがあるんだよね。きっと。いや、いいな、いいな、いいな。ラムダらしさをすごい感じる。よかったねって改めて思うね。本当にどうしたらいいか分かんなくて、自分の役割だったり、自分の生きる意味だったりみたいなもので、すごい悩んでたラムダが、愛を知ってみたいな。なんかもういろんなものに愛をみたいな。それがまた素晴らしいなというふうに思う。あとはやっぱり残る二人だよね。向き合うべきものみたいなものがあると思うから、源太郎に関してはお兄ちゃんだっけ？お兄ちゃんがあれだし、まだ謎なんだよね。いろいろと一郎とか、なんか結構物語の核心に近い場所にいるんだよね、源太郎は源太郎で。だからそこら辺も含めたりだとか、あとはやっぱりね、乙女さんと親子関係にあるダイス。そこら辺がどうまとまるかっていうポイントですよね。いろいろ気になるところではあるわけなんですけど。あれ、どっちだっけ？源太郎ってお兄さんだっけ？あれ、お姉さんだっけ？お姉さんのクローンがラムダ説みたいなのがあるんだよね、確かね。忘れた。じゃあ、あれ？一郎のお母さんがラムダのクローン説っていうのがあるのか。ラムダのオリジナル説っていうのがあるのか。まあ、いろいろあるんだけど、まあ、とりあえずっていう感じだね。まあ、源太郎は源太郎で核心に近い場所にいる。それは間違いなくっていうところだもんね。知りたいんだもんね。確か、お兄ちゃんじゃなかったっけ？そうだ。お兄ちゃんが昏睡なんだよね、確か。だから、四つ辻くんとほとんど同じ感じで、昏睡状態にあるから、みたいなところ。あれ、でもお兄ちゃんって見つかってないんだっけ？どうだったっけね。忘れちゃったけど、源太郎の細かい設定忘れちゃった。源太郎嘘つきすぎるから、源太郎嘘つきすぎるから忘れてしまったけれども、後々追いかけながらっていう感じで、なんとなくコメントに任せていこうかなと思ったりもするわけなんですけど、はい。というわけで、めちゃめちゃ良かったラムダの曲、すごいいいわ。もうあとは二人がね、すべてこう仮面を剥がすじゃないけど、ね、あとの二人の問題が解決すれば、それぞれ剥き出しで絆として、こう付き合えるようになっていくんじゃないの？本当に一つの仲間になりそうな雰囲気があるよね。ダイスはだいぶ近いんですよ。乙女さんとこう交渉したりとか、いろいろやるようになって、かなりね、いろいろとこう、門を開けてはいるわけなので、あとは源太郎がね、嘘のない言葉みたいなものを聞きたい。でもね、残念ながらね、源太郎のタイトル嘘なのでね、ダメです。まだ源太郎の本当の言葉は聞けないかもしれませんというところで、まあ次回夢の源太郎嘘を聞いていこうと思いますので、ぜひとも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。いつ上がるかはちょっとわかりません。翌日に上がるようには頑張る。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ヒプノスマイク.ウーリングポスよりワンドオンリーでした。バイバイ。